ごきげんよう。帰国子女の会海ココア14世です。今日は曇りだわ。ごきげんよう。カイココア14世です。年齢は秘密だわ。出身は日本じゃないどこかよ。うふふふ。うふふふ。私の名前は14世。略して14世。みんな一代ちゃんって呼ぶわ。静粛に静粛に静粛に。ここで一つ謝罪したいことがあるのよ。準備に時間がかかって集合時間に遅れたわ。舞踏会のこの舞踏会の ここは舞踏会。あら、ごきげんよう。遅刻してしまって申し訳ないわ。髪の毛のヘアセットは4時間かかるの。今日はどこからいらしたのですか？あ、東北の方から、四国の方から、あ、九州の方から、夢の国から。なんてご冗談を。
私は12時には帰らなきゃいけないの。12時にはなきゃいけないわ。好きな食べ物ですって。キャベジンよ。ベジタリアンなの。ボートが切れてる。ごきげんよう。本当にこのヘアセットは時間がかかるわ。兄弟は妹がいるわ。一人いるわ妹が。一人妹がいるわ。好きな球団はどこです？ベースボールの話ね。カープよ。好きな動物はいますか？好きな動物はトラよ。家に3匹いるの。家に3匹トラを飼ってるわ。ユウは何しに日本へ。ここは私のふるさとよ。栗林投手に、いやマジで惜しかった。あカープは今日も負けたそうね。そう、なんかちょっと今休憩ブレイクタイムで挟みます。ブレイクタイムちょっと今日はですね、一旦今ブレイクタイムなんですけど、髪の毛をね
つけてみました。はい、ちょっと謝罪したいんですけど、18時からショールームする予定だったんですけど、ちょっと本当にこの髪の毛を久しぶりになんかつけすぎて、ちょっとか髪の毛のねこっちとか時間かかって、本当に何回もつけ直したりつけ替えたりしていったんですよ。申し訳ない、遅れちゃったんですけど、はい、今日は、ビビドバビリブーですね、変身をしてみました。イエーイ。で最初のね10分間ぐらいはねもうちょっとなりきってみたんですけど、すごい言葉が出てこない言葉が出てこないのでもうちょっともう素に戻りました。はい、ということで、はい、14世間出てましたか。ちょっと回ここは14世だったんですけど、はい、今日は久しぶりに髪の毛をしてみたんですけど、まあこのツインテールが好きな人ってねいたり、初めて私をこのツインテールで知ったっていう方とかたくさんいるんですよね。そうなんですよ。いい女の子に見えますか？いつもツインテールじゃないんですよ。なんて言うんですかね。いつもはショートなんですよ。お化粧もちょっと変えてますかね。はい、変えてますね。まあ、いつもと比較しない方がいいんですけど、まあこういうこともできるんですよ、カツラがっていうカツラがあると。はい、髪の毛伸びましたね。ちょっともう切りたいんですけど、ちょっと今日はですね、まあ、ちょっとこれをなんか、まあ、全体像で見てほしいですけど、今日ワンピースも着てみたんですよ。なんか急にさっきまでの14世とかどこ行ったって感じですけど、じゃん、こんな感じです。ほら、ちょっと上にしてる、見える。今日はこんな感じです。服も見えてなかったよね今。自己し、あ、喋らなければ可愛らしい。あ、ちょっと、じゃあちょっと10秒黙ってみますね。カット、もう黙る時間カット。え、これ何ですか。ちょっともう喋ったらもう、あ、でもなんかこういう配信もねして、ちゃんとなんかアイドルっぽいところを見せとかないと、ちょっとガングロのね黒ギャラのイメージめっちゃあると思うんですけど、皆さん、カイココアレボリューションなんですけど、こういう子もいるぞって。似合ってるから伸ばす。え、似合ってもるんですか。似合ってますか。
てて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 大育館の西側の階段を下級生とすれ違う唯一の場今日は最強ツインテールですね。でもなんかちょっとこの最強じゃないや、このツインテール、ちょっとすごいなんかこう重くて髪の毛がですね、これちょっと解説させてもらうと、それこれ4年ぐらいもこれ使ってるんですけど、まあもうつけ慣れたんですけど、久しぶりなのもあって、ね、結構なんかこれ重たい、重量がねあるんですよ。これ重量がまあ、これタイムリミットがありますね、きっと。なので今日の配信は19時15分までとします。ワンピースも着てるんですけど、ちょっと見えてる。こんな感じですね。結構長いんですよ。これ何センチなんですか、ね、これが10センチだとしたら10、20、30、まあ30センチぐらいありますね。はい、そしてですね、私が初めて髪の毛を短く切る前はここまであったんですよ。カイコカの生い立ち、ここか、ここぐらいまで髪の毛長かったで、だからもともとこれぐらいあったんですよ、昔長かったんですよね。よーい、アクション。あ、皆さんごきげんよう。回ココア14世です。今日はこのような回にお越しいただきありがとうございます。そしてですね、本日は私の好きな花について話したいと思います。私の好きな花は赤いバラよ。なんでかと言いますと、はい、赤い一輪のバラにはね、一人を愛すみ的な感じの意味があったかな、あるのですわ。あ、美しい花にも棘があると言いますけれども、それほどに棘があるのにもかかわらず人に愛される花というのはそれほど魅力があると言いますからね。以上、私の好きなバラについてでした。カット。いやもうこう本当にすごい喋りづらいんですよ。なんかこのなんて言うんですか、開国は14世になりきった瞬間になんかもう言葉が出てこない。なんか普通にもうこれカットとか何もないはずなんですけど、自分でなんかこうスタートラインとゴールライン決めて勝手にやってるんですけど、なんかもうそれだけでなんかこんなに変わる人が、まあ、喋りやすさとなんか喋りにくさのこのギャップに今すごい勢いで喋っちゃう。あ、しっかりコメント見えてますよ、みんなのコメントなんですけど、はい、さっきはもう何の
こうお題もなしにね今ベラベラ喋ってみたんですけど、普通にこう何にもない時はこうやって喋れるんですよ、何も考えてなくても。でも開国は14歳になるとなんか自分でお題決めて好きな花について喋りますとか、全然喋れない、悲しい、なんでなんじゃろう。これがいつものカーですね。これで踊れたりするんかな。前これで STU 体操したことがあるんですけど、その時はですね落ちました。確か髪の毛今来た。これ何の世界、これはあの今のさっきまであのココア、カイココア14世って言ってなりきってたんですけど終わりました。ちなみにココアは何の花が好きな、私の好きな花、なんだろう。ココアちゃんおかしくなっちゃったと思ったけど、そういう設定でやってない、そういう設定でやってます。でも花ってなんか限りなく種類があるから、なんか今までなんか私が知ってるなんか花のこのボキャブラリーの中で、ボキャブラリーなんかそれ語彙あの知ってるこの範囲の中でなんか何が好きって、なんかちょっとなんかいろんな花にもっと出会いたい。どんな花があるんですかね。あ、なあちゃんは5位じゃない、なあちゃんはアネモネが好きですよね、あの赤いアネモネ。私は知らないので、花まだ植えてないんですよ。植えてない、植えなきゃ。そう、なあちゃんはアネモネが好きなんらしいんですよ。フリージア、コスモス、アジサイ、ひまわり。あ、私ひまわりっぽいですか、好きそう。ひまわり、スミレ、いいですね。なんかじゃあの私が知ってる花の名前言ってきますね。逆にコスモス、タンポポ、ガーベラ、アネモネ、チューリップ、ひまわり、アジサイ、マリーゴールド、桜、確かに桜、バラ、これもうまだ10個しか言ってないですよね。椿、カーネーション、バンジー、あ、パンジー、バンジー、トロブユ、あ、ユリ、あ、そう、ユリ、ハイビスカス、ヒアシンス、スイレンの、いや、わからん。15個ぐらいしか知らないけん、なんか調べてみたい、どんな花があるのか。
マーガレットとかありますよね。ちょっとあのいつもの配信スタイルの場所に戻します。遠いので少し。そう、あのうん、あんまり花の名前教えないので、なんかいろんな花の名前を知ってからあの言いたいですね。あ、母さんから連絡が来ました。二の国のレベル上げが難しいです。あ、皆さんやってますか？二の国っていうゲームなんですけど、6月10日に始まった、配信始まったゲーム。二の国、なんか母さんめっちゃハマってるんですけど、ツインテです。そう、二の国っていうゲームなんですけど、映画もあったりして、結構ね、なんかゲームのね、ゲームアプリっていうレベルじゃないぐらい高いレベルアプリ。面白いんですかね、レベル上げが難しいって言ってる。私はしてないです。してるのを見てる。マーガレット、イノクにはやったことないけど評判はいいよね。こうなんか面白がってる。らしいですよ。いや、なんかあの、え？いや、私はあのよく、いや今はもう最近はやってないんですけど、今時々やるんですけど、なんかブロックゲームがあって、なんか多分みんなも広告で一回は見たことあると思うんですけど、あのブロックをなんかこうはめて立って横っていう、なんか、なんですけど、それをやってるとメンバーに、え、まだやってんの？みたいな感じで、言われるんですよ。これは自分の髪じゃないですね。これは月毛です。てか今日暑すぎてもう汗かいてきた。タイ釣りたい。高いツインテール。じゃあちょっと髪の毛高いところにつけてみますね。ちょっとこの半分だけ、じゃあ小葉監督状態でいきたいと思います。あのこれはあれなんで、あの極秘事項なんで、髪の毛を一気にね、アイドルっぽくなりましたね。きっと高いところにやると、はい、ただいま極秘企業秘密タイムです。
でも耳上のツインテールとか いつかやってみたいな、アイドルのうちに、ね、シークレットですよ。これ時間かかるかな。髪の毛の高さを変えています。アイドルのうちにやってみたい。じゃないとやらなさそう。こっちはねできました。ということで、はい、やべえ、ちょっと見えちゃう見えちゃう。あ、見えちゃう見えちゃう。ちょ、小葉監督、あ、ツインティーで小葉監督の足熱取ってきます。読み切れてますか？あ、絡まった絡まった。やべ、絡まってる絡まってる。やべ、企業秘密が。はい、ショールームでも小葉監督して、そうですよ。よし、はい、結びます。久しぶりにツインテールやるのいつか、なんか急に公園とかで、あの、なんていうん、これをつけてメンバーに混じって出てみたい。できました。それでは登場まで3、2、1、ダーン、やばい、取れそう。取れました。危ない。いや、これは着ぐるみの中の人が、あの、頭取れたと同じぐらいの事件ですから。中に人いない、あ、いや、いないですよね、人中に。それでは再登場まで3、2、1、じゃーん、こうなります。痛い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 、すごい、なんかちょっと急にわがままに見える。
押せなくなる。ちょっとなんかわがままっぽくなりません？少女漫画家、確かに清楚ではないね。なんか清楚感はなくなった。これぐらいがいいですか？そうなんですか。照明が強い。早くいちごミルク飲みたいみたいな子じゃない？なんかちょっとわかる。いちごミルク飲みたい。でもどうですか、わがままっぽい。でも急に無言になんでやめてください。いや、なんかこの髪の毛つけとるだけすごい喋りづらいんですよね。ほらまた喋って、それでめっちゃその髪で地雷メイクみたい。じゃあ今からちょっと地雷メイクっぽくしてみますか。地雷メイクってもうこれからどうするんだろう。これに服とかもね関係してくるね。じゃあこれで地雷メイクにシフトチェンジしてみますか。これで地雷メイクをしてみて、タイムリミットが迫ってますからね。え、これでどうしたら地雷メイクになるんだろう。あ、もう、ま、結構暗い系にしたらいいんですよね。それでは行きたいと思います。地雷メイクチャレンジ用意スタート。まずね、色は白くして、で黒ですよね。もう黒で、地雷メイクってどうだっけ。赤、もう赤っていうイメージ。あ、いいね。うわ、急に地雷メイクっぽくなってきました。この目元で全然変わりますから、いいですね。急に地雷メイクってこうですからね。もう上も下も赤でぽいぽいぽい。でもうがっつり
ちゃうから。地雷メイク難しいですね。チークは結構このここにつけてるイメージ。地雷メイク難しいよ。でも久しぶりにやる地雷メイク。別に変わる？うわ、怖い。口は真っ赤？口は真っ赤な感じですか？真っ赤。ちょっと黒。うん。どうですか？急に。めっちゃ変わった。急に雰囲気が。あとはまつげ。どうだ。あと何があるっけ。うん、もっと黒いかな。目元これに、なんか黒い服でも羽織ったら、黒いなんか黒いタオルじゃないけど、なんかそういうのでも羽織ったらもうぽくなりますから。やばいですか？どうですか？一瞬で変わりました。こういう感じじゃない？ちょっとイメージ。家に飾りたい。はい、今の一瞬でね、こんなにメイクで人は変わるってことですよ。お分かりいただけただろうか。え、なんかもっとね、赤いかな。もっときっぱりなんか線があるイメージですよ。
うん、こんな感じ。もっと、うん、闇系のこんな感じでどうでしょう。あの人なんかこ喋ったらココアなだなみたいな感じで思ってちょっと嫌な人は音声をなんかもう1ぐらいにして聞いていただけたらいいんですけど。クオリティ高いですか？クオリティ高いですか？はい、では地雷っぽいこと言ってみて。地雷っぽいこと。地雷っぽいこと、踏んだら爆発するよ。束縛激しいってこと？あ、地雷ってそういうことか。はい。携帯電話のパスワード教えて。怖い。え、そういうのじゃないんですか？ぽい、こういうことですか？1128です。いやだとしたらそれ私の誕生日。はい、そういうこともありますよね。なんかちょっとあのちょっとあの一言なんか私があのなんていうんですか、このちょっとこういう感じの顔とメイクとかなんか髪の毛とかしてるじゃないですか。だからなんかあのこのコメント欄にちょっと初見ですっていうのが来たら急になんかめっちゃ恥ずかしくなる。いやこれいつ、いやこれ本当の私本当もそうもないんですけど、知らない人見てずっとこれずっとこれだって感じたりなんか思ったらなんかもう次私を見た時になんかもうびっくりしちゃいそう。なんかが黒い、ではね、結構今日はまったりゆったり配信してみました。まあでもいろんな新しい姿の私を見せたって言ってんではもうなりきり企画どうですか？
フォロワー増えた、イエーイ。ぜひ皆さんフォローお願いします。じゃちょっと自己紹介します。 STU48 のカイコカーです。広島県出身17歳です。皆さんぜひフォローお願いします。これからもいろんな私の姿を見てください。次はどんな私に変身するのか。ぜひ楽しみにしておいてください。まあ、あるのはあるんで。今日はここら辺で退散したいと思います。カイ、ここは地雷メイクによる束縛配信でした。いや、何も束縛してないんですけど。ていうか、この二重人格みたいなの嫌なんですけど。はい、ではランキングを読みます。13位ヨウさん、12位モックンさん、11位もや太郎さん、10位ネココアさん、9位なんだくんさん、8位こまめまきさん、7位ハイキューさん、6位ナッシーさん、5位ちひろさん、4位高梨智之さん、3位石くんさん、2位団子部長さん、1位は王さんです。ありがとうございます。はい、皆さん配信を見ていただきありがとうございました。最初配信始めた時とかなんかもう別の方向に行ったんですけど、はい、今日はこんな着地点に終わりました。地雷メイクをして終わりました。新しい新回顧を見ていただき、まあ短い配信だったんですけど、はい、ありがとうございました。ぜひ次の変化もお楽しみにしておいてください。カイコカーを初めて知ったよって方とか、今日初めて知ったよって方とか、いや同じなんですけど、あ、今日このショールーム初めて見に来たよとか、この人なんだろう気になるなって思ってくれた方はぜひフォローよろしくお願いします。これからも楽しい配信を作っていきましょう。では今日は見てくれてありがとうございました。皆さんいかがでしたか。まあ、きっといいと思ってくれてる方はね、はい、次会う時はただのノーマル回顧会、明日の朝の配信で会いましょう。それでは放送終了まで3、2、1、バイバーイ。ありがとうございました。楽しかったです。